幸せに生きると書いて幸せです。レシピ動画お久しぶりです。最近はコロナ関連の動画が多かったので、なんかテンションに戸惑います。でもやっぱり元気が一番だと思いますので、張り切っていきたいと思います。はい、それでは仕切り直して、今日はですねバターチキンカレーを作っていきたいと思います。カレーによく使われるスパイスのターメリックに含まれるクルクミンという成分は、免疫システムを強化するタンパク質を増やす働きがあることが分かっています。特に胃腸内で効果的に機能して、クルクミンによって細菌やウイルスに対抗するためのタンパク質が約3倍程度に増加する作用があると言われています。こんな時代だからこそ免疫力を高めて体を大切にしてほしいので、今回カレーにしてみました。そういえば一時期バターチキンカレーはめちゃくちゃ流行しましたよね。なんか癖になるんですよね。どのぐらい癖になるかというと、これ知ってるかな、醤油の魔人、塩の魔人ぐらい癖になります。はい、それでは早速バターチキンカレー作っていきましょう。はい、それではドーン。材料はこんな感じです。概要欄にも載せているので後でご覧ください。鶏もも肉を掃除して一口大にカットしていきます。今回少し大きめにカットして肉々しさを出しています。続きまして鶏むね肉も同じく一口大にカットしていきます。続きましてドーン、ブルガリアヨーグルトプレーン、塩をインします。続きましてコリアンダー、そしてターメリック、これらを混ぜりんこしていきます。鶏肉をヨーグルトに漬け込む理由は、ヨーグルトに含まれている成分の乳酸が肉の筋繊維をほぐして細胞やコラーゲンの成分を含んで膨らんで肉質を柔らかくする効果があります。何もつけずに肉を加熱すると肉汁が外に出てしまって身が締まって硬くなりますが、漬け込んだらヨーグルトが周りについているので肉汁が逃げ出さず縮まなくなるので柔らかくなります。それと臭みを抜き味がまろやかになります。しっかり揉み込んだら上にラップをして1時間寝かせていきます。続きましてカシューナッツ。カシューナッツは素焼きを使っていますが、料理する直前に軽く焼き目がつくくらいに空入りすることによってより香ばしさと風味が出てきます。こんな感じに焼き目がついたら OK です。ミキサーで細かく粉砕していきます。続きまして生姜のみじん切り。続いてニンニクのみじん切り。ニンニクの芯は焦げやすくてえぐみが出たりするので取り除いてあげてください。玉ねぎのスライスをやっていきます。バターを投入して弱火で溶かしていきます。ここに生姜ニンニクを入れて炒めていきます。
生姜にんにくに火が通ったら玉ねぎを入れていきます。玉ねぎが焦げないように飴色になるまで炒めて甘みと旨みを最大化していきます。体もいい。スパイスは一つ入れるたびに弱火で粉っぽさがなくなるまで炒めてあげてください。続きましてクミン、そしてクローブ、ここにカットトマトを入れていきます。水分を飛ばすように炒めてあげることによってトマトの余分な酸味を飛ばしつつ旨味を凝縮してあげます。カイエンペッパー、これは辛みなんで入れても入れなくても大丈夫です。僕は辛いのが好きなんで入れちゃいます。水分がだいぶ飛んで味噌みたいになったら、ここにカシューナッツ、ドン。ここで混ぜ合わせましたらカレーの素が完成します。水を入れて伸ばしていきます。水は半分ずつ入れてあげると乳化しやすくなります。ルーが入った鍋は横に置いといて、油を敷いて漬け込んだ鶏肉をソテーして焼き目をつけていきます。この肉の焼き目はメイラード反応といって、香ばしさや旨味が際立ちます。鶏肉に焼き目がつきましたらカレールーの方にぶち込んでいきます。鶏ガラスープの素、蜂蜜を少々。蜂蜜を少々。そして仕上げに生クリーム。終盤に生クリームを加えてコクとまろやかさを演出していきます。生クリームは煮込みすぎると熱凝固して分離する場合があるので、最後の仕上げで入れるようにしてください。ここで味見をして塩分が足りないようでしたら最後に塩を入れて調整してみてください。今回最後の塩は 2g 入れてます。編集しながらマジでうまそうなんでめっちゃ腹減ってきました。うんまっ。いやめちゃめちゃうまそう。いただきます。うんまっ。めちゃレンコンうまいやないかい。いや、スパイスのバランスとこのカシューナッツの香ばしさ、そして野菜の風味と甘みのバランスがもうめちゃめちゃいい感じです。うん、めちゃめちゃうま。今回鶏胸肉と鶏もも肉使ってるんで、いい感じに食べ飽きない感じですね。バターの風味も最高です。はい、それでは今日もね、バターチキンに合わせてお飲み物用意してます。炭酸乾杯。今回バターチキンカレーということで結構こってりしてるかと思いきや、結構トマトが入ってるのでいい感じに酸味が効いて、これからねあったかくなっていきますけど、めちゃめちゃ最高だと思います。自分で言うのもなんですけど、もうめちゃめちゃうまいんで、ぜひ作ってみてください。めっちゃリンク美味しかった。ごちそうさまでした。
はい、それではバターチキンカレーいかがだったでしょうか。カレーもいろいろな種類があるのですごく奥が深いです。いろいろなカレーを作れば作るほどいろいろな料理で使う技術が必要になるので面白いです。今まで料理やってきた集大成がカレーみたいな、そのぐらいカレーは料理技術が結集しています。日本の国民食でもあるカレーライス、カレールーから作るカレーに日本人の舌は慣れていますが、たまにはスパイスから作るカレーも新鮮で楽しいと思います。すごくおすすめです。今日もご視聴ありがとうございました。久しぶりに料理人あるある、何回も味見していたら正解がわからなくなる。はい。